台東リバーサイドスポーツセンター野球場でこのほど日本堤消防団下半ポンプ操法審査会が行われました。これは浅草やその周辺地域の初期消火活動を担う日本堤消防団が下半ポンプを使い日頃の訓練の成果を披露するもので毎年開かれています。日本堤消防団は4つの分団に分かれていて、それぞれ所有する下半ポンプを使って順番に披露していきます。審査員は隊員の動きを細かくチェックし、隊員の指揮をはじめ規律を守っているか、迅速かつ的確な行動、機器の取り扱い、安全管理などを審査します。今回優勝したのは去年に引き続き第2分団、隊員の迅速で的確な行動が評価されました。選手も含めみんなの力がこう形になったもので大変嬉しく思います。ポンプ操法大会と大会になってますけれど、これがいつまでも、ね、実際の火災に対応できる体制だと思って、普段からこの操法大会の訓練の時もそのように心がけてやらせていただいています。